さあ皆さんおはようございます。ステイトラベルです。現在羽田空港第一ターミナルに来ています。ということで今回も再び、宮古島の方に飛びたいと思います。めちゃめちゃ天気がいいので、やはりもしかしたら宮古ブルー遭遇するかもしれません。で、直行便じゃなくて今回は那覇経由で飛んでいきたいと思います。どんな旅になるのか、再び皆さんにお届けしたいと思います。では宮古島にレッツエイトラベル。さあ無事に那覇空港到着しました。大変なことが起こりました。実はカッターナイフが、見つかったということで、禁止区域内でカッターナイフが見つかったということで、飛行機の中に約30分閉じ込められて、ちょっとね全体的に遅れてます。これだから人全然いないんですよ。はい、今中に入ることが不可という形となっています。大変なことが起こりました。すごい遅れてます。これ1回出ないとダメなのかな、ちょっと確認します。一度出るという状況となっているみたいです。乗り継ぎできないのかもしれません。緊急事態発生です。さあ大変なことが起こりました。現在11時50分発なんですけど、もうこの11時半の段階で、まだ案内が出ていないという、こんなことあるんですね。刃物が見つかったということで、ね、ニュースになってます。大変なことが起こってます。少し待ちましょうか。相当遅れますねこれ。いやー、久々にこの乗り換えパターンにしたらこんなことになるんや。いかんかったよかった、直行便にすればよかったです。大変なことが続いています。空港内で保安検査場を過ぎた後に刃物が見つかったということで、大混乱となっています。大混乱です。史上最強の大混乱となっています。全ての便、私が乗る便はまだ遅延の発表すらなっていないという状況です。こんなことが起こるんですね。過去最大のトラブルとなっています。さあ大きな事件があり、大変遅れました。約1時間半から2時間遅延ということで、過去最大の遅延となっています。天気は晴れです。天気は晴れてますね。いやー、もう夕方近くになってしまいました。こんなことあるんですね。はい、ということで一旦荷物受け取ってレンタカー借りたいと思います。こちら結構ねこの時間でもやってるんでおすすめです。他の店ねこのね3時過ぎると閉まってたりとかするので、はい、この道の駅宮古長寿屋さんの宮古そばいただきたいと思います。朝そばです。道の駅宮古の朝そば来ました。そしてこちらは長寿屋さんナンバーワン人気軟骨そばですね。はい、軟骨のソーキが入ってます。こちらが一番人気となってます。ではいただきます。今回泊まるホテルはこちらウェルネスヴィラブリッサということで、こちらです。シギラですね。
シギラリゾートの中にある比較的これにめちゃくちゃ安いんですよ。はい、こちらのオーシャンビューホテル、こちらに泊まりたいと思います。さあ、では夜ご飯はこちら川見さんに行きます。大人気です、焼肉の聖地川見さんで宮古牛いただきたいと思います。じゃーん、川見さん。さあ、まずは川見さん来たらカルビから行きましょう。やっぱりカルビです。さあ、そして来ましたロースです。これめちゃめちゃ綺麗なサシが入ってて美味しそう。さあ、そして鶏ももの垂れにしました。そしてこの細長いのが、はい、ハラミですね。見てみて、この器で来てます。この長い器で来てます。これが宮古牛の丸腸です。宮古牛の内臓ってなかなかね出てこないで嬉しいです。さあ、無事に鏡さん行ってきました。ごちそうさまでした。もう食べ過ぎました。ということで今日は本当にいろいろあったんで、この後帰ります。もうもう刃物事件はすごかったね。こんなん今もねニュース、ホテルの部屋で見てたらニュースになってましたよ。はい、ということでこれからホテル戻って、ちょっとその前にね買い出しは行っておきましょう。ご飯つけてないんで、マックスバリュー、いつものマックスバリューで買い物行ってきます。さあ、では皆さん、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。皆さん、おはようございます。宮古島2日目の朝を迎えました。これほどまでの天気が出迎えてくれるとは思ってなかったですね。これ見えますか？とんでもないですよ。今日ちょっとね、天気予報では曇りということだったんですけど、吹き飛ばしました。そんなもの吹き飛ばしましたよ。この天気すごいです。心地よい朝が出迎えてくれました。本当にすごい。小鳥のさえずりまでも全てが心地よく響き渡ります。さあ、では今日はちょっとね、景色のいいところを少し回っていきたいなというふうに思います。素晴らしい、本当に素晴らしい。ちょっとねカメラを切るのがもったいないぐらい素晴らしいですけど、準備していきましょう。そして今回も再び雪塩ミュージアムに到着です。ではいつも通りソフトクリームを食べに行きたいと思います。あれ、可愛いワンちゃんが今日はいない。めっちゃ人懐っこい撫でるワンちゃんがいつもねいるんですけど、さあ、では味変はしないです。いつも味変して失敗するんで。では行きましょう。雪塩工場です。よかったです。動いてます。雪塩工場稼働してますね。見てください、こんな風に塩は作られてます。多分もう最終工程やからね。でも
朝来るとこうやってね動いてるんで、ぜひ皆さん午前中に来てみてください。さあ来ました、このカップバージョンです。あれ味変のあれが4個しかない。いつもね10個ぐらいあるんですけど、え、抹茶、青さ、ハイビスカスとシークワーサーしかなくなった。なんでやろう、残念、減りました。さあではいただきます。そして雪塩工場とセットですね、西変な崎です。今日は天気がめっちゃいいんで、最高の景色をお届けできるんじゃないでしょうか。よいしょ、風がちょっときついぐらいかな。よいしょ、あ、すごい人、展望台にすごい人です。さあでは最高の景色をお届けします。さあ最高の景色をお届けできてると思います。こちら西変な崎です。西なんですけど、こちらでも夕日が見えるという結構ね、はい、変わったスポットとなってます。東変な崎、西変な崎の今日は西に今来てます。あれが池間島、奥に見えるのが、はい、我らが大神島ですね。神宿る島、大神島。さあこちらからお送りしてます。こちらは池間島のドライブインですね。今日はちょっとね海鮮丼食べないですけど、こちらの海鮮丼美味しいです。ハイミールさんで少し軽食食べましょう。最高の景色が見えれますね。海が綺麗、めちゃ海綺麗です。さあこちらかぼちゃのサーターアンダーギー130円と芋餅が200円、そして三品茶120円です。いただきます。カイミールさんの、はい、このおすすめ人気商品です。そしてカイミールさんのこの展望台にやってきました。はい、最高です。よいしょ、天気がいい、何がいいって、大宮古島天気だけですから、天気さえ揃えば何もいかない。大神島が綺麗に見えてます。あのゆりちゃんが元気かどうかですね。さあそして池間大橋ですね。先ほど言った西変な崎、その奥には伊良部島が見えてます。すごい、最高の景色が出迎えてくれてます。そしてこちらが栗間島竜宮城の展望台となってます。天気がいいんで多分相当景色が素晴らしい景色となって、もうすでにちょっとここから見えてる景色が最高なんで上がってきます。景色です。この天気、この天気だとこういう結果になります。素晴らしいですね、栗間島。こちらから見える景色最高です。最高の景色です。さあそしていつもの青空パーラーさんでスムージーいただきます。さあそして来ました、黒糖抹茶750円です。美味しそうです。いただきます。美味しそう。あんまりスムージーね僕食べないんですけど、飲まない、食べない、こういうのはね、こういったところで来るといいですね。ではいただきます。さあそしてトゥンカラ屋さんでランチいただきます。
ハンバーグ食べに来たんですけど、はい、全てソールドアウトです。見てください。ということで残念ながらホットドッグ、宮古島豚ホットドッグいただきましょう。全部売り切れです。残念。カレーもない。残念です。そして宮古豚のホットドッグです。もうチーズの香ばしい匂いが漂ってきてめちゃくちゃ美味しそうです。そしてこの景色ですよね。最高の景色を見ながらホットドッグいただきます。ハンバーグも食べたかったけど残念です。早めに皆さん来てください。トゥンカレーはぜひ早めに来て、はい、ハンバーグ食べてみてください。ホットドッグも美味しそうです。いただきます。そしてこちら東変な崎に到着です。久々ですね、東変な崎。灯台前回登りましたけど、今回どうなるか、行きましょう。ちょっと歩かないとダメです。さっき食べたからご飯ね。ちょっといいね、イムギアマリンガーデン行こうと思ったら結構ね、すごい駐車場いっぱいだったんで、先に東変な崎にやってきました。あ、灯台登ってます。よいしょ。さあ、どんな景色が見れるか。ここはね、初日の出で有名ですよね。朝日とかね、初日の出で有名です。前回歌ってくれたんですよね、あのおじさんが。では進んでいきましょう。さあ、そしてこれが東変な崎にある灯台です。見てください。絶景をちょっとじゃあ行きましょう。すごい引き潮なんで全然違う、いつもと。すごいです。めちゃめちゃ潮が引いてて浅瀬になってます。すごい。こんな時間にあんまり来ないから、あれか、あんまこの風景見ないですね。さあ、こちらが現在地、石垣島まで140キロ、台湾まで403キロ、逆に札幌までは2500キロということですね。今日ね、ちょっともやがかかってるんで、でもね、なんとなく見えるんです、あそこ。多分あれが石垣島なんでしょうね。ふわっと見えてます。そして夜ご飯は宮古島とんかつ龍宮さんにお邪魔したいと思います。ここのとんかつが僕は大好きなんで、はい、宮古島の豚を使ってとんかついきましょう。さあ、やってきました、とんかつとエビフライです。ではいただきます。アグー豚、これです。これとご飯は健康を考えて今更ですけど黒豚にしました。いただきます。美味しそう。皆さん、おはようございます。さあ、宮古島3日目ラストの朝を迎えました。最終日あるあるの、めちゃくちゃ今日も天気がいいパターンです。天気予報では曇りという3日間だったんですけど、見事に3日間晴れてくれました。ありがとうございます。思い起こせば、はい、カッターナイフ事件から始まり、
なんで今回ね、今回だけいつも直行便やのに今回だけ経由便にしたら綺麗にはまりましたね。ニュースになってました。ということで今日もいろいろ回っていきましょう。今日はですね、少しまあ仕事も入ってるんで、簡単にご報告できたらなという感じの、はい、旅案内となると思います。どうなんでしょうか。意外と人がね、やっぱり増えてきてますね。嬉しいですね。ではお昼ご飯まず食べに行くか。ちょっとどこか、せっかくシギラの、あ、なんかあの、何でしたっけ、ほらね、あのリフトです。リフトの券をもらったんで、ちょっと今日やってればそちら行ってから、せっかくなんか無料の券もらったんで、それを体験してから、はい、ちょっといろいろと回っていこうと思います。昼ご飯どこ行こうかな。一通り食べましたよね。一通り食べたんでちょっと考えましょう。では行きます。この向かって右側は入りになってるからいいですよね。波も穏やかで、お子さんでも安心してね、遊べますよっていうのが、ここのエンギャのいいところです。左はちょっとさすがにね、波が荒いと危ないですけど、左はいいですよ。これシュノーケリングとか、ああいう風にね、いろいろマリンスポーツ的なものが、カヤックなんかもあるし、よいしょ、結構魚もね目視できますよ。目で見れますよ。いや、登る、登ろうか、登りますか。いや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 、どうする、ちょっと時間ないんでやめとこうか、今日は無理です。さあ、ということで頑張って、はい、展望台まで上がります。こちらインディアマリンガーデンの展望台に到着しました。いや、きつい、はあ、いい運動ですよ、ちょっとした、まあ、この景色を見れるならよしとしましょうよ。今日天気がいいから、はい、最高です。最高のこの景色をお届けできることとなりました。よかったです。ああ、ミヤコブルーがこの3日間すべて見れましたね。よかったです。ちなみに来月も来るんで、もっともっと天気が良くなれば嬉しいですけど、去年だけで何回来たっけな。結構来てます。 2,3 ヶ月に1回は来てるから、まあまあの回数で宮古は来てます。沖縄だけでも結構来てるもんね。石垣も行ってるし、沖縄本島は結構行ってるんで、沖縄という括りだったら月1回来てますよ。でもね、どんだけ来てもこの感動は味わえますんで、ぜひ皆さん宮古島来てください。さあ、降ります。さあ、リフトのオーシャンスカイに到着。久々のリフトですね。この天気の良さならね、絶景が見えると思います。行きましょう。さあ、すでにこの段階でめっちゃ景色がいいですね。このリフトに乗って、じゃあシギラビーチまで行きましょう。さあ、いよいよリフトに乗りましたよ。危ない、危険なリフトと言われています。天気がいいですよ、何よりも、ね、すごい人、今日多いんですよ、人、金曜日やのに、平日やのにね、めちゃくちゃ多いです。はい、これ下降りたら一回ね、降りないとダメですからね、リフトからは。そのまま乗ってることは NG ですから、気をつけてください。
よかったね。これも雨やったら終わりやからね、こういうのって大体。いや最高の景色です。またホテルができるんですね、あそこに。いい感じです。さあ、これがシギラビーチです。あんな、なんか真ん中に島みたいなのなかったのに、去年びっくり。こんな感じです。まだね、海開きしてないのかな。もうすぐか。暑っ。もうしてもいい感じですよね、これやったら。さあ、ではあの往復の、はい、リフト、あれ800円ですからね。800円、戻ります。800円。さあ、帰りもこのリフトに乗って帰ります。往復800円の旅です。800円です。でもね、シギラに泊まると無料ですからね。よかったです、泊まって800円です。今日は相当、今ね、あの従業員の方とも喋ってたんですけど、今日暑いっすねって言ってた。いよいよですねって。いよいよですよ。いよいよこの時期が来ましたね。さあ、戻ります。ランチはこちらブルータートルさんにお邪魔しようと思います。久々です。久々のブルータートル。ここの宮古牛のハンバーグを食べたいと思います。席があるか見てきます。この最高の景色を見ながらのカフェですね。ランチ楽しみです。人気があるのも分かりますね。ちょっと曇ってきたか。さあ、来ました。こちら焼きチーズカレー。めちゃめちゃチーズとカレーの香ばしい匂いがしてます。いただきます。美味しそう。さあ、こちらが宮古牛のハンバーグカレー。香ばしいね、こちらもいい匂いがしてます。野菜もついてて、これをいただきます。最高の景色を見ながらいただきましょう。そしてこちらがブルータードルから見える景色、海岸ですね。いいですね、こう直結してるっていうのも。なんかドリンク買ってね、はい、こちらに降りてきて行くのもいいかもしれない。ちょっと私はサンダルで砂灰の家からここでストップですけど。あ、また晴れてきた。ちょっと今雨降ったんですけど晴れてきました。さあ、では僕の大好きなサーターアンダーギーが売ってるか見ていきましょう。そしてこちら通り池です。通り池、2つの池が地下でつながってるんですよね。まあ、ダイビングのメッカです。よいしょ。ちょっと歩かないとダメなんですよね。この森林を抜けていきましょう。結構歩きます。結構歩くんですけど、この南国な雰囲気がまたいいですよね。よいしょ、進んでいきましょう。もうちょっとかな、もう少しです。さあ、そしてこれが通り池となってます。ちょっと水の量が少ないような気がしますね、いつもより。はい、まあ、ダイビングのメッカと言われている通り池、別名竜の目でしたっけ。ちょっと青さがね、普通の青よりは濃い青ですね。下でつながってますね。さあ、こちらが海に近い方ですね。あの奥の方には行くと行き止まりですから、皆さん、はい、大変ですよ。サーターアンダーギーを買いに行きたい。売ってますように。大体売り切れやけど。あ、なんか変わった鳥がいる。魚もいっぱいいる。ぜひ皆さん、この神秘の池、通り池、はい、来たことない方は来てみてください。
さあそしてブルーシールアイスを食べてから帰りましょう。バイバイスポットですね。はい、前回も来てめちゃめちゃ写真撮ったお店です。さあではこちらでラストです。ということで無事に宮古空港到着してこれから帰ります。で初めて今回初めて、はい、名古屋経由ということで名古屋経由で帰ります。嬉しいです。初名古屋ですね。ということで今回の2泊3日の旅もめちゃめちゃ濃度濃かったです。楽しかった。再び来月も来ますけど、ということで、はい、ぜひ皆さん宮古島今からの季節素晴らしい季節となっていって、はい、宮古ブルーが見えてきます。ぜひぜひ来てみてください。楽しいですよ。やっぱり宮古ですよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。めっちゃ人いっぱいです。混んできてます。ではさよなら。We'll be right back.